はい、今日学んだと百姓天国、本日は2022年7月19ね、海の日ってやつですか、曜日は月曜日です。さあ、そういうことで人参の一発目ですね。さあ、一回ねきっちり除草して、さあどうなるかという感じでね。人参はね、どうですかね、発芽率はまあ8割7割ぐらいですかね。見てもらったらきっちり縦のこのラインが出てるのはわかると思うんですけど、さあ問題はね、草なんですよね。草がどれぐらいの感じで出てくるかと、わかりますかね。きっちりと縦のこのね、8列のラインは出てると思うのでね、まあまあまあです、発芽はまあまあですね。これぐらいはまあちょっと結果もあるかなって感じですけど、問題はね草なんですよね。草がどれぐらいかなと。一回ねきっちり取りましたんで、まあでもポツポツ出てきてますね。だからどうすかね、これだと成功とは言い難いですよね。これぐらいのね草でもほっとくとね、もうえらいことになりますんでね。これ一回もう草も知ってるわけじゃないですか。なのでね、もうこの一発で逃げられればまだマシですよね。でももうポツポツ出てますよね。ということでちょっと状況的にはどうかなって感じですね。まあ今年はね50メートルのベッドがね昔みたいに十何本あるとかっていうことじゃないのでね、まあそれは除草をやって追いつけないことはないですけど、まあ将来的に見て、じゃあここでねこの場所で連作をさせるかどうかってことですよね。今年は本当に少ない、量がねたった50メートル6本ぐらいしかないので、来年以降はねこれが倍ぐらいとかってね増えてきますので、そうするとねこの畑全部がもしかしたら人参ってことになるとちょっと厳しいかもしれないですね、というふうな判断でして、まあどうですかね。まあでも物はできる、人参はできると思うんですけどもね、やっぱりこういうなんかねちょっと毛色の違った普通の草とは違うのが出てきてますからね、こういうやつですよね。はい、ということでまだ隣はまだ発芽してきてないですけどもね、隣も草どうですかね。はい、まだそんなには出てきてないですけど、結局ほら、7月19ね、明日も雨みたいで、ってことはもう例年通りというか、むしろなんか梅雨の時期が長くなってるっていう話でね、どうなってんだって話なんですけど、まあだからそのおかげでねこう2番手ぐらいまでは雨心配しなくてもいいですけど、おそらく後半戦はね冠水しないとダメですね。いやちょっとこのところ仕事が立て込んでいてね、まあいろんなことがやらなきゃいけないことが多いので、ちょっとね管理もちょいちょいできなくなってきてね、まあまあまあやっぱり1年目は大変ですね。追いつかないですね、いろんなことがね。要するに何も考えずにって言ってあれですけど、昔みたいにね普通に畑を回してればいいだけでしたらね、そんな難しくないわけですけど、まあやらなきゃいけないようなことがね山ほどありますんでね、まあちょいと落ち着くのに2、3年かかりますな。ちょっとねその意味でも今農園が始まってね、再開して出荷も始まってということで、ちょっとねだいぶ疲れておりますいつも疲れてるんですけど、まあ本当にね改めてやっぱり思うんですよね。新規収納って本当にまあ何をやればいいかということは僕は分かってるので20何年やってますけど、いや逆にね本当に何も知らずに本当に新規収納するっていうのは本当に運ですよね新規収納が成功するかどうかっていうのは本当にそう思いますよね。で成功したとしてもね、それってかなりね運によるところが多いんじゃないかって本当に思いますよね。だから僕の場合はこうやって新規収納5回目やってますけど、そうするとね5勝0敗とはいかないわけですよね。だから去年みたいにねボロ負けするってこともあるわけで、5回も移転してればね、そうするとやっぱり3勝2敗とかね4勝1敗とかになるわけでしょ。でもその1回が命取りになるわけですから、まあそういう意味ではね、よいしょはい、ということで
まあこれ品種はアロマレッドでしたね、確かね。はい、ということで、今日が7月19日か、もうそろそろまた7月、そうですね、来週また1本2本ぐらい行ってですね、あとだから4本ですから、あと2回分ければね、7月の末まで、まあ20何日に2本巻いて、最後2本8月入って巻いてっていう形ですかね。はい、今年はやっぱり6本しかないのでね、少なくて良かったですね。さあ、ということで、まあそんな感じでございます。だから人参ってね、今日が7月19日でしょ、7月の頭ぐらい、あるいはまあ7月の関東でもね、僕はだいたい7月の頭、7月まあ1日から5日までのこの間に、7月1発目にはね、1週目には必ず1発目撒いてたんですけど、そしたらだいたいこういう風に出ますからね、これがだいたいまあ8割ぐらい出てる状況だと思ってくださいね。皆さんどうですか、人参出てきてますか、はい、大丈夫ですか、耐熱マルチは効いてますかね。耐熱マルチはね、特にオーガニック栽培で耐熱マルチ効かないともう終わりでございますのであの除草を頑張ってやろうというレベルはね、あのまあ広さにもよると思うんですけど、30メートルでおそらく2本3本でもうおそらく除草追いつかないと思いますよ、はい、1人2人の作業者ではね。なので耐熱マルチをねきっちり効かせるしか方法はないので、はい、だからそれをね、あの努力してどうのこうのっていうのはもう無駄でございますので、まあ家庭菜園でもね、多分ね10メートルね、人参ね10メートルで5列ぐらいやってもほぼどうですかね、3日に1遍は除草しないとダメでしょ、3日に1遍ぐらいは除草しないと、多分ね10メートルぐらい、あるいは5メートルで5列とか8列ぐらいでもね、5日に1遍ぐらい除草しないともう人参できませんからね。そうでしょ、家庭菜園の方ね、はい、だからまあ1回家庭菜園の方もねしっかり耐熱マルチをね、あの習得されると人参やるところだけねビニール貼ればいいわけで、はい、とにかくピッチリ貼るってことなのでね、はい、あのこうマルチを引くときにね、マルチの中に重い鉄心かなんかね、重いあれを置いて、圧をかけてね地面にしっかりとね押さえつけるようにして貼れば多少効きますのでね、まあ機械で貼るよりかは多少弱くなるとは思いますけれどもね、耐熱マルチの技術を覚えると人参はね、秋冬人参の成功というのはもうほぼね無農薬でやりたい場合はですよ、あの耐熱マルチによりますので、はい、まあ家庭菜園の人もね無農薬で、野菜を作りたいという人はこの耐熱マルチっていう技術をね覚えると人参とかねいろんなものができる。特にまあはっきり言って秋冬人参を無農薬で作ろうと思えばこの耐熱マルチをやらない限りほぼできないっていうのがね、毎日除草するんだったら多少はできると思いますけども、はい、ということでさ、ね、7月19日の一発目の人参の、まあ、生育とかね草の状況はこんな感じということでございました。あとまあこの後草の状況ですよね、逃げられるってことがないのでね、秋冬はね、草はとにかくね完璧に抑えないととにかくダメなので、逃げられるってことはありませんので、11月ぐらいになればそれはあのもう草生えてこないですけど、まあ逃げられるってことはないですからね、草は完全に抑えないとできませんのでね、ということで、はい、以上でございます。明日また雨なんでね、ということです。それではまた。